手段を選んじゃいられないんだ。 やっぱりそうだ。俺の屋敷跡だ。 ファン先生はユリアの意志を世界を作り変えることで叶えようとした。でもローレライは兄さんの意志に賛同していない。そうか、フカがローレライとユリアの神ローレライやフカの戦慄で目覚めるかもしれません。ファンは力ずくでローレライを制御していた。もしもローレライが目覚めればファンといえども隙が生まれますわね。 ローレライの力も。ティアさん、音で。そうだ、ローレライがフカに反応して目を覚ませば鍵を使ってローレライ。でも私にできるかしら。だって7番目のフカも今旋律も感情も言葉もこれで本当に正しいのか。今までのフカだってティアは正しく思い出していたじゃないか。大丈夫、歌えるよ。悩んでいる暇はないの。 よかったな。
7番目の負荷を思い出すことができて。ええ。どうして忘れていたのか、自分でも不思議だわ。兄さんが子守歌代わりにずっと歌ってくれていたのに。これで負荷は大負荷として成立するんだな。ローレライの鍵と合わせれば、ローレライを目覚めさせることができる。私の大負荷で兄さんの中のローレライを起こし、俺の剣で先生の中からローレライを移して宿す。うん、これで総長と渡り合えるかもだよね。それでも油断はできません。敵はあのバンですから。まあ分かってるよ。先生の強さは俺が一番よく分かってる。ルーク、必ずローレライを解放しましょう。ああ。
ハッシュが。嘘！嘘でしょ？嘘だとおっしゃって！いけません！罠です！ナタリア！逃げよう！私…ナタリア！間に合わない！クソ！こんなところで！アッシュ、力を貸してくれ！これは一体…超振動…いや、第二超振動？バカな…今の力は何？わからない。ただ、アッシュ…まるで、アクゼリスを消滅させた時みたいな。でもあの時とは違って、自分で制御で…第二超振動か…シンク…そんな化け物みたいな力を使われじゃ、ユリアの加護を受けたバン、ここでおとなしく鍵を渡してバンの元に下るか。どっちもお断りだ。俺はローレライを解放する。そのためにはバン先生も。シンク、あんたもイオン様と同じレプリカでしょ。どうしてこんな計画に加担するの。同じじゃない。イオンは7番目のイオンはアマチュア。スコアは未来の選択肢の一つだって信じてさ。だけど結局は星の記憶には抗えなかった。同志イオンは死ぬ。それが星の記憶だ。あいつは犬死にだった。今の言葉取り消して。取り消さないよ。事実だからね。でもバンのやり方なら最終的にローレライもろともセブンスフォニムは消滅する。真の意味で。お前はそんなにスコアを恨んで。僕は同志イオンが死ぬというスコアで誕生した。一度は廃棄されたことも知ってるだろう。だからスコアを恨んでいる。違うよ、生まれたからさ。お前みたいに代用品ですらない。バカバカしい。スコアなんてものがなければ僕はこんな愚かしい生を受けずに済んだ。生まれてきて何も得るものがなかったっていうの。ないよ、僕は空っぽさ。だが誰だってよかったんだ。スコアをセブンスフォニムを消し去ってくれるならな。劣化してるとはいえ同志と同じセブンスフォニムの力。本気で戦えばあんたたちもただでは済まない。試してみようよ、あんたたちと空っぽの僕。どうだい、イオンと同じ顔の僕と戦うってのは。顔は同じでもお前はイオンじゃない。あなたはイオン様の代わりとして生きたかったわけではないでしょ。次は今日。
命がけでバン先生の計画を。惑わされないで。私たちも。アシュア。ナタリア、ごめん。何をなさいますの。あなたの行動は私たちと、そしてアッシュに迷惑をかけました。アッシュに。アッシュはルークにバンを討ち取らせようとした。本意でないにせよ、あなたはそれを邪魔したことになる。ごめんなさい。あなたがアッシュに好意を抱くのは自由です。ですが。ええ、そうね。本当にごめんなさい。辛いのは私だけではない。アニスもカイも大切な人を失った。そういうことです。ジェイド、第二超振動。わかりません。第二超振動はまだ理論が確立していない。超振動同士が干渉し合うことで、全てのフォニムの効力を無効化する。この力が何かは分からない。でも、もしも第二超振動なら、これをくれたのはアッシュだ。そうだろ。超振動を起こせるのは俺とあいつだけなんだから。そうですわね。あなたのアッシュがあなたを認めて力を貸してくれたのですわね。だから俺はアッシュに恥ずかしくない戦いをする。みんな力を貸してくれ。
が死んじまうなんて絶対死にそうにないって心のどこかで思ってたのに。アッシュ、せめてもう一度あなたに会いたかった。そうだな、俺たちエルドラントではアッシュに会ってないからな。ルーク、辛い話を聞くことになりますが、アッシュはどのようにして亡くなったんですか？オラクル兵に囲まれて、剣を体中に刺されて。アッシュ。その後、あなたに何かが入ってくる感じはしませんでしたか？そういえば、なんだか温かいものが全身に降ってきたような気はしたけど。何かが出ていく感じは？アッシュが死んだ瞬間、虚脱感はあったけど、別に。そうですか。ジェイド、今のは？いえ、何でも、何でもありません。いよいよ最後が近いってわけか。分かっているとは思いますが、我々の目的はバンと戦うことではなく、バンの中のローレライを解放し、エルドラントのフォミクリーを停止させることです。ああ、そのためにローレライの鍵があって、ギアの負荷がある。覚悟してください。厳しい戦いになると思います。ティア、あなたは隙があったら大負荷を試みてください。それでバンの力をある程度は無効化できるはず。やってみます。私たちはガンガン総長を攻撃だね。いえ、私たちの中で二人は退路を考え、戦闘には参加せず待機とします。まあ、全員で戦うべきではありませんの？目的はバンを倒すことではない。わかりますね。最悪の状況に陥った時、エルドラントのフォミクリーだけでも壊せる人間が必要です。ジェイドの言う通りにしよう。4人はバン先生からローレライを引き剥がし、残りは退路を確保する。僕もお手伝いするですの。わかった。私も了解よ。アニシちゃんも。私も頑張りますわ。頼むぜみんな。手段を選んじゃいられないんだ。
手段を選んじゃいられないんだ。手段を選んじゃいられないんだ。手段を選んじゃいられないんだ。
注意して。エクレールライブ、ダイエット、手段を選んじゃいられないんだ。この先に進めば、もう後戻りする必要はありませんよ。バンを倒して。簡単に言うな。難か。あちらは星の記憶が定められた未来であることを信じ、それを消そうとしている。私たちは、星の記憶は無限の選択肢の一つであり、未来は変えられる。あまり好きな言葉ではありませんが、信念が違うというだけです。もはや話し合いでは。そうですね。ローレライが消滅すれば、世界、ルーク、私たちはそれを、私たちは兄さんのやろうとしていることを理解し、そうだよ。何もかも消して何も、本当はスコアを守って滅びるなら。でも私たちは、だから最後までそれを、総長の理屈なんてぶっ飛ばすんだから。私、ずっと思っていましたの。アッシュがキムラスカに戻ってきて、ルークと二人でお父様を支え、でも私は間違っていたのですね。それを私が無効となった約束。今あなたの中にはアッシュがいる。でもあなたはあなた。そのために私は全力。そうだな。お前はまだ自分の足で歩き始め、食らった命の分。そうだな。酷なことを言ってる。生きていい。
全部背負い込まなければならないってな。でもお前だけに背負わせたりはしないぜ。俺もお前、世界中がお前のやってきたことを非難しても、俺はお前の味方。俺はバンの六人称とは違うぜ。自分も生き抜いた上に、お前も助けてやる。ルーク、行きましょう。兄さんの目指す未来を、私たちの目指す未来に限…あ、バン先生も本気で来るよな。ええ、今まで手を抜いていたはずはないけれど、それでもこちらを見くびっていたところはあったはずだわ。だがバンは一度負けた。今度は本気で、しかも最初から全力で来るだろうな。こっちだって強くなってるもん。負けられないよ。その通りですわ。私たちの後ろには何十万、いえ何百万という民がいる。勝ちますわよ。まああまり熱くなりすぎず、ほどほどに。でも本気でいきましょう。分かってるさ。こういう時こそ冷静に、だろ。はい、その通りです。そうね、気を引き締めていきましょう。大したものだな。本来ならここにたどり着いているのはアッシュだった。アッシュもいる。俺の中で力を貸してくれている。第二超振動か。見事だ。お前はオリジナルすら超えた。真の人間となったわけだ。お前は全ての屍を踏み越えてきた。さあ、私と共に来い、ルーク。星の記憶を消滅させ、ユリアが残したラストジャッジメントスコアを覆すのだ。お断りします。なぜだ。やっと分かったんです。俺は何をしたかったのか。俺はあなたに認めてほしかった。レプリカではなく、一人の人間として。そうだ。そしてお前は人間になった。でもそれじゃダメなんだ。あなたは言いましたね。何かのために生まれなければ生きられないのかと。誰かのために生きてるわけじゃない。いや、生きる。死を予感して俺は生きたいと思った。そのだから俺にはもう、あなたは必要ない。俺はここにいる。こうして生きてるんだ。なるほど。さかしい知恵をつけた。記憶は存在するのかもしれない。
でもそれは本当に絶対のものなの。ルークがここにいるのは星の記憶に定められた。星の記憶は未来の選択肢の一つ。それを選ぶのは星じゃない、セブンスフォリムでもない、人よ。それもまた絶対ではない。選んで。ならお前も星の記憶を消すのを選ばされているのかもしれないぜ。星の記憶を消すことがお前の意思だけで決定されたというなら、そのことこそが星の記憶が絶対でない証さ。それは奇弁だな。私の言う星の記憶はユリアのスコアが基本だ。そこには人の消滅は読まれていても星の記憶の消滅は読まれていない。だからオリジナルで人の消滅を実現させてレプリカ世界を作る。それはホドを見殺しにした人たちと変わりませんわ。あなたもホドの消滅を悔やみ、それを招いた人間を憎んでいっ。そうだな。しかし手段を選んではいられんのだ。星、あなたのような賢明な方が不思議なものですね。人も星もいずれは星の記憶があろうとなかろうと、それだけは決まっているのです。あなたの言う絶対的な道が存在していた。それでも消滅に至る道は人に。あなたらしい考え方だ。そう、いずれ全ての命は消滅する。早いか遅いか、私はあなたのように早くに滅びることを。でも総長は結局オリジナルを星の記憶以上に早く。総長はスコアを憎みすぎて誰よりもスコアに縛られている。私も、いや、私もお前たちも。俺たちは未来が選べると信じている。私は未来が定められていると知っている。やはり互いに相入れぬようだな。剣を受け、まとめて相手をしてやろう。バン、覚悟。
負荷か。確かにその旋律はローレライを、だがお前は負荷に込められた本当の願いを。いいえ、ユリアがこの負荷に込めた思いが。それが真実なら、見…
くらえ！遅い！忘れたか、お前に剣を教えたのは私だ。ローレライを解放しろ！やはり強くなったな。バン！私がここまで追い詰められるとは。結局この疎ましい力を解放。負けませんことよ、私の矢で。心強い味方がいるな。そうです、みんなはこんな俺をずっと助けてくれた。みんなのためにも負けられない！いや、俺という存在にかけて、負けない！兄さんがローレライの力を使うとき、ローレライの制御、それを分かっていて、使わざるを得ない状況、兄さんがずっと認めようとしなかった、ルーカは！いいえ、私たちは負けないわ！確かに、私にこの力を使わせたことは褒めてやる。さすが、だが、それもここまで。さあ、ルーク！まだ耐えるわ。好きには刺さるな。
名高き紅蓮の炎へ燃え尽くせ鳳凰天照くん。好きには刺さんぞ。受けろ。レイズで。ウーハザン受け取りだ。ハザン受け取りだ。受けろ。ウーハザン。Say never say.
7番目の旋律理解したのだな。ディア、私思い出したの。兄さんが泣いてばかりいた私に歌ってくれたこの歌を。兄さんは負荷の意味を知っていて、最初から私に全て伝えてくれていた。ありがとう兄さん。さらばだ、召してありか。バン先生、来るな。この後に及んでまだ私を死と呼ぶか、愚か者。許せよ我が同志たちよ。バン先生、ありがとうございました。さよなら。大好きだった兄さん。みんなは急いで脱出してくれ。俺はここでローレライを解き放つ。ルーク、ローレライとの約束だ。これは俺がやるべきことだから。ジェイド、ルーク、あなたは本当に変わりましたね。俺ひどかったもんな。ですがどれだけ変わろうと悔いようと、あなたのしてきたことの全てが許されはしない。だからこそ生きて帰ってください。いえ、そう望みます。ジェイド、無茶言うなよ。すみません。待ってるからな。ご主人様のいない使用人ってのも寂しいもんなんだぜ。お前もううちの使用人じゃないだろ。まあ公爵家の使用人じゃないが、お前の心の友兼使用人でいてやってもいいんだぜ。バカだなお前。だからサクッと戻ってこいよ。このまま消えるなんて許さないからな。気づいていたのか。帰ってきたら心の友に隠し事をするような根性強制してやるよ。アニス、私も知ってたよ。害みたいな確信じゃないけどさ。なんだよそれ。だってルークって分かりやすいし。でもね、私としてはルークに生き残ってもらわないと困るんだよね。まさかと思うけど俺に乗り換えるの？まさか。私イオン様の代わりに教団を立て直したいんだ。そのためにはパトロンが必要でしょ。ちゃんと帰ってきてね。勝手なこと言ってな。ルーク、生き延びてください。私はもうこれ以上大切な人を失いたくありません。ナタリア、キムラスカを守るためではありませんわよ。あなたがあなたの人生を生きるために。わかりますわね。生きたかったな。生きるのです。消えるなんて許しませんわ、絶対に。うん、ありがとう。ご主人様、もうお前の役目は終わったよ。胸張って仲間のところに帰れ。ミュウもご主人様が戻ってくるのを待ってるですの。そっか、ありがとな。必ず帰ってきて。ディア、必ず、必ずよ。
待ってるから。ずっと、ずっと。うん。わかった。約束する。必ず帰るよ。世界は消えなかったのか。私の見た未来がわずかでも覆されるとは、驚嘆に値する。
世最流泪念流世把你世退你退流退哭流泪哭流世的佛世泪把你发泪把你发世泪哭流哭那退泪哭流世的佛泪发泪哭退泪よろしかったの？公爵家で行われるルークの成人の儀にあなたも呼ばれていたのでしょう。ルークのお墓の前で行われる儀式に興味はないもの。二人ともそう思ったからここに来たんでしょ。あいつは戻ってくるって言ったんだ。墓前に語りかけるなんてお断りってことさ。そろそろ帰りましょう。夜の警告は危険です。ここからなら歩道を見渡せる。それに約束してたからな。